男祭り2022年終演後のお礼メッセージになります。男祭り2022の皆様からのお礼メッセージになります。バンカダイズムさんの早稲田祭出演情報になります。早稲田祭終演後の先駆け響さんからのお礼メッセージになります。前夜祭前のメッセージになります。早稲田祭2022前夜祭に関する告知内容になります。前夜祭への招待という内容にて、世界中の時間が止まってしまいましたという設定で話を進める内容になっておりました。セイレンさんからの早稲田祭2022前夜祭終演後のお礼メッセージになります。出演されました各団体の皆様です。素晴らしい各団体様のコラボパフォーマンスを見させていただきました。